スルフォロブス目は、テルモプロテウスズナニ属スクレンコ細菌の目である。温泉や熱水泉、鉱山などの陸上熱水系から分離される、高熱鉱酸菌の一つ。強酸高熱の環境に特に適応しており、生育に適するのは、pH1 から5、50摂氏90度の極限的な環境である。中には、pH0.35 や摂氏96度で増殖できるものもいる。 分布が広く大抵の陸上産性熱水泉に存在しているが、海洋から分離されることはほとんどない。ほとんどの種が変性、通性後期性菌である。高熱高酸性に加え、すべての種が洋を何らかの形で利用する。代表的な属であるサルフォーラバスは、異様がなくても従属栄養的に増殖できるが、自然界では無機洋を酸化して CO2 を固定する。 硫黄酸化菌として振る舞っていると思われる。足大ニスも同様の代謝を行うが、こちらは水素と硫黄の存在化やけ性菌としても生育することができる。形態は1から3マイクロメートル程度の不定型の球菌で頻繁に丸い都市粒を形成する。グラム陰性で S 層と呼ばれる細胞壁を持ち、細胞膜はテトラエーテル質一重膜からなる。 弁毛を有し、運動性を持つ場合が多い。系統的には、デスルフロコックスメとアキディロブスメを合わせたクレードの姉妹軍になると考えられている。スルフォロブス属、サルフォーラバスアキディアヌス属、アシダイニスメタロスパイラ属、メトラスフィラ、スティギオロブス属、スティジオリバススルフォディコックス属、サルフォーディヒャカススルフリスパイラ属、サルフィーリスフェラスルフロコックス属。 サルフューリーコカス、ありがとうございます。